はい、今日はですね、週末なので、なんかリラックスしたものをですね、一本やっていこうと思います。で、えっ、ー、と、今日のチャンネル、ゴードン・ラムシーですね、ゴー、ゴードン・ラムシー。もう20万、に、ん2000万人近い登録者がいるんですね。これすごいっすよ、これ。いやー、めちゃくちゃでかいチャンネルですね。2000万人近くの、 で、今日はですね、これ料理、あの、この人もしかしたら有名なシェフなんだと思うんですけど、えー、この方のですね、YouTube チャンネルの動画1本ですね、お送りしたいと思います。Quick and Easy Recipes with Gordon Ramsay。えっと、Quick and Easy。早くて簡単なレシピですね。Gordon Ramsay と。はい、というわけで、見ていきましょう。 えっと、まあ、これまでですね、僕が食べてきたそのあの、なんだろう、最高のストリートフード、まあ、あの屋台とかのですね、えー、ストリートフードのいくつかっていうのは、was <in> Asia. アジアの中で食べましたと。で、エルヴワン・オド・ソ・ロヴマーケット、なんかそういうあの小さいそのマーケットってありますね、市場。 えー道路沿いのなんか市場のなんか小さい市場のね、それぞれ全てにははえと詰まっていましたとえ匂いですね Delicious? あ。美味しい食べ物の匂いでいっぱいでしたとそういう市場は。でそれらっていうのはそういうい市場っていうのを全部、えー それらの中心となっていたのはスタイル,ル、えー。アジアの、えー、スタイル。スタイルっていうのは、あの主食ですね。で、ヌードルと。まあ、麺類ですね、うん。ヌードル。ヌードルが、まあ、あの中心になりましたと、そういう市場のですね。ヌードル。ヌ、えードル。ヌー プ r ポリっていうのはちゃんとっていうことです。ちゃんと作る、それらをちゃんと作ることを学ぶ。学べば、えっ、ー、と、驚くでしょうと。How quick? いかに早く、簡単にえっ、ー、と、それがいかに早くて簡単なのかと。ですねそれっていうのは、そのヌードルを作るってちゃんと作るってことですね。えっ、ー うん、あ、これこっちです。ごめんなさい。こっちで買ったんです。How quick, how quick and easy i t i s to knock up a delicious dinner? Delicious dinner. だから、knock up っていうのは、こう、なんか、ノックって言ゃないですけど、ノックアップっていうのは、こう、なんか、もう、なんか、パッとこう、作り上げるってことですよね。で、えっ、ー、ウィップアップっていうこともしますね。ウィップっていうのは、こう、むちですけど、プチンとこう、なんか、あの、 なんか素早くパッとやってみせることをウィップアップって言ったりもしますけどノックアップも同じですよね。で、えー、それがその美味しいディナーをノックアップ、そうやってパッと作ることがいかに早くて簡単なのかっていうのにびっくりするでしょうと。あの、ヌードルを作るの作り方を学べばってことですね。で、Learn the Basics。はい。 基礎を学びましょうまずはまずは麺ゴントソーカーードスマズメンをつけますとソー、so、ですねだから雨でびっしょりになって本当にもう服しぼれるぐらいびっしょりになったら soaked とかって言ったりするんですけど Now, でこ,これザ、えーライスノードス えー、ボウルに入れて、で熱湯をこの米の麺の上にあのポーン注いで、で、えーと、つけて、リハイドレッド、えー。ハイドレートっていうのはあの水分をあの含むってことなんですよ。だから、再びですよね、リット再び水を。 水の再補給みたいな感じですね12分から12分から15分間 walk, で柔らかくなりますと、シャ t e ナップ柔らかくなるっていうのにこれぐらいかかりますよと12分から5分ぐらいかかる not, で、ワ、えークっていうのは鍋なんですよねちゃんとあの特定あのこう こういう麺を作るための鍋もしそれをお持ちだったらパーフェクトですと素晴らしいです not, もし持ってないんだったらえっと普通のサイズのフライパン <oping> えっとビッグスローピングサイズだからあのスロープっていうのはあれですよねえっ、ー、と坂っていうかだからこう脇がこう高い あのフライパンでも浅いんじゃなくてビッグ大きなこのスロープが両脇についてる両脇っていうかあの周りについてるあのフライパンを使いましょうンンあこれなんかそうですよねうん get really nice and hot get really nice and hot でそれを本当にナイスなハ d トっていうのはいい具合に熱いって感じですね フライパンをいい具合にはしうチキンブレスト、でチキン、ブレスト胸、えー、肉ですね、えー。とてもリーンこれ昨日の動画で出てきましたよね、リーンって。あの脂肪がない、締まってる、引き締まってる、とても。で、hardly any fat。hardly っていうのはなんかほとんどないってことなんですよね。だからほとんどなんか脂肪はないと。hardly any fat。 On there で、えー、そこで、you got this little fillet。えっと、まあ、フィレですよね。あの、鳥の、鳥のフィレ。Just slice that off. Now. だからそれを、あの、slice that off。切ってあの、捨てましょうと。 これのこの場合のフィレってこれがだからフィレこの場合のフィレってなんかあれなんですかねああそっかメデックだからあれだえー、っとあの 股関節か肋骨の脇にある、えっ、ー、と、部分だから、それをのけるあ、そこは取っちゃうんですね。これ、ささみ、ささみ、なんですかね、ささみって、ささみってそういうことなんですかね。あ、違うか。すみません、ちょっと僕なんか肉の部位とかあんまり詳しくないんで。 えーっとまあとにかくその胸肉の,その肋骨側のところをちょっと取りましたとで切ってそれはまあもう捨てちゃうんですかねでえーっと秘密ですね秘訣えー何のかというとえー really nice その鶏の胸肉を本当にあのいい感じにする でほ、細くす、あのー、薄くする。で、あのー、ストリップス、こう、糸状にこう細かく切っていく。細く切っていく。えっと、ナイフをと持って、で、ナイスに、これさっきから何回も出てくるじゃないですか。ナイスなんとかって、これ、いい感じになんとかって感じですね。だから、それをナイフをいい感じに、あの、平らに。 えっとまあ、まな板ボールっていうのこれはまな板ですよね。だからまな板の上でいい感じに、平らにして、水平にして、で、えー、sort of っていうのを kind of、kind of と同じで、なんか、えー、slice っていうのこう切るってことですね。だから切る感じみたいなことなんですね。うん。in half, i、like、n half. ああ、そうか。だから、あの、sort of slice it in half だから、 まあ大体半分ぐらいな感じに、半分に真っ、まあ、二つに切る感じってことですね。Like、a sort of s c a l l o i k e sort of scallop. これ貝ですよね、スカロップ。だから貝貝になるみたいな、貝にするような感じで、あの、スカロップってあれですよね。えっ、ー、と、なんだっけ。あのは、ま、はまぐりじゃなくて、あれ、なんだったかな。 あの特定のあれですよ。えー、っと、スキャン。なんかね、これ、あれですよね。ハマグリでいいんでしたっけドバスレしちゃった。あれ、スキャンアップって。 あれハマグリじゃないな,なんでしたっけホタテかあ、ホタテかなホタテ。あ、そうだ、ホタテ、ホタテ、ホタテ、そうだ。そうだ、これホタテですもん、どう見ても。はい。というわけで、ホタテですね。ホタテみたいにしますと。こんな感じで。で、 えーっと、バラフラうなんか、僕らの呼び方ではこれはバラフラの中キ鳥の中のバあのバタフライ、チョウチョっていうふうに呼んでます。Take a rolling pin! Take a rolling pin? Rolling pin ってあれですよね。多分これこれですよね。Rolling pin <over. S 1>。これ、この棒のことですよね。And nice and gently roll over. また nice and do you m ね。なんかいい感じで優しく roll.、えー、回しますと。

よろ、ねえー、してくお願いします。よろし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 くお願いしまクリスピーな感じのこう 何て言うのかなあの、歯応えが、クリス、クリスプ。あの、なんだろう。パリッ、パリッと、パリッとで合ってるのかなクリスプって、ちょっと待ってくださいね。一応確認してみますね。クリスプ、クリスピ、パリッとでいいのかなフォームュライブレッド。うん、だからパリですよね。パリッとした。パリッとした感じになりますと。 で、えっ、ー、と、でク e q u ク c クッ,ックスだからあの、素早くですね、えー、調理できますと。ですね、えー。で、こう平らにした後に、半分に切る。切ります。えー、で、半分に切った後に、今度、それぞれ、切りますと。えっ、ー、と、いい感じの、 薄いススライスいいニュースがありますと,えっと一つのチキン鶏胸肉で二人か三人は簡単にサーブっていうのは二、えーまあ、人分三人分できますってことですねで次は、えー、そしたら包丁を洗ってで、えー、細かく ニンニクを切ります。で、あのこのニンニク薄ければ薄いほど同じですね、クリスピア。あのパリパリ <laughs> よりパリパリになりますと。<laughs> なんか面白いですね。これは若い柔らかいブロッコリーですと。で、スライスダウンこれもなんか切りますと。 切ってしまいますであのああブロッコリーに噛みつきたいぐらいですかでえー、っと通常はえペースドディッシュあのお皿にこれはペーストディッシュのシュとなんか盛り付けるってことですよね えと貼,る貼るっていうことペーストってあの貼るってことですからね1 e ヌードル、えー、3分の1あだからお皿の3分の1にの面積にヌードルを One <third> vegetables. 3分の1に、えー、野菜を One third of your protein. で3分の1をタンパク質まあチキンですねこれ非常にだから栄養的にもバランスいいですよね で、この、なんていうのえ、一品っていうのは、ティッシュっていうのは、なんか、サラッテもあるけど一品ってうもうありますよね。だからこの一品っていうのは、文字通り、literally、minutes。あの、数分しかかからないと。To put together と、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 てと、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  えっと、数分しかかからない一品に関してはってことですね、with, it's really important, とても重要なです、とても重要な、ても重要な、てもうてをですね、あの、ちゃんとこう、organize っていうのは、えっ、ー、と、なんていうのかな、こう、秩序だって状態にするって感じですかね。organize てちゃんとこう、有機的になんか、 つなげることが大事ですと。すべてがそのもうなんか指先、もう指元にあるぐらいだからもう全部ちゃんとこうす,すぐ一緒に置い,置いてみたいな感じなんですかね。で、タッチオブオイルっていうのは、タッチっていうのはなんか、まあ、ちょっとのってことですね。もうたもう本当触る程度のってことですね。 ちょっとのオリーブオイルでパンフライパンをもうほんといい感じにでなんかもうレディですね準備を整えてでほんとにあのまさに煙がちょっと出始めるぐらいの段階でチキンを最初に落とします塩コショウ で、オ、ね、<Nice. S 1> ープンアップドオズオズオ t オズ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  s ズオ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 かオズあ、ズオ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 ズ c ェアアフトチキン f ェアいうのはあれですかねこう。シ r f f フトいうのは話すってことですかねちょっと見てみましょう。僕あんまりこの単語使ったことないです。<noise> えっと、バ <noise> ーああ、そっか。あ、焦がすってことだ。あ、全然違った。よかったです。確認して。えっ、ー、と。 Once you've started to sear off the chicken だからあの sear off the chicken っていうのはこうチキンを焦がすってことですねだからチキンが焦げ始めたらえーとあの真っ黒に焦げることは scorch って言うんですけどね sear っていうのはだから本当にもうかすかに焦がすぐらいの感じなんでしょうねかすかに焦げがつき始めたらえーとニンニク入れましょうで それで、えっ、ー、と、それを、まあ両方ですよね。チキンと、えー、ニンニクをナイスにクリスピー。えっ、ー、と、いい感じにパリパリにしますと。で、The Way to Joe it! それをどうやってやるかというと、is えー、ですね、えっ、ー、と sort,、uh, sort of r o spread。だからそれもまたソードって何回もてきましたけど、広げる感じにしますと。 オールドチキン、鶏肉の全部を、それから、えーあれです、ニンニクを、アップサイドフ、えー、このフライパンの脇の部分ですね、ここにこう広げて、こう、なんだろうか、こう、平らに広げる感じにしますと、そうするとパリパリにしやすい。で、えー、っと、 でこれで、U、多分ん湯が入ってるんですね。湯が入っお分すりこれでお分かりになるでしょうなぜそんなに大事なのか。えー、チキンをえっ、ー、とあの薄い帯状にですね切っていくのか。なんでそんなに大事なのかと。 <Really> crucial. えで、えー、っと、まあ、色をつけるのと、それから、まあ、熱で、その、なんていうかな、熱せられてっていうのが、も、ま、う、あ、同時に起こるので、味わおう。それも、なんかとてもとても大事っていうことですね。だから、薄く切っておくことで、そっか、あの、薄く切ってなかったら、表面が焦げるけど、中がちゃんとクックされない、えー、調理されないから、 薄く切っておくことで色,もつくの色がつくのと同時にもうそれ相応の,あの調理もできるってことですね、really nice. で、えー、今にんにくがすごいいい感じになってるっとあなんかにんにくの香りがコーで,パ,でパリパリだとブロッコリーブロッコリーも入れます strange,、like、であのちょっとすごい 変な感じですって。あの、生のブロッコリーをこんな感じに入れるのはって。普段は、えー、っと、ブランチンブランチンブランチにボールのワあ、あの、ブランチって、あれか、茹でるってことですよね。これ、僕、普段料理しないから <laughs>、バレちゃいますね。料理全然してないっていうのが。えー、っと、 Make white pale. Billy Merce. あ、これだ。あのですね。Briefly あの、短時間茹でること。ええー、と。そうですね。あの、完全に茹でる、茹で上げるっていうんじゃなくて、あの、調理の次のステップのための準備として短時間茹でることをブランチっていうんですね。あ、これ、それかブランチかどっちか。 ブランチ。ブランチですね。ブランチ。ブランチブランチ。ブランチ。あ、ブランチじゃなくて、ブランチ。ブランチ。ブランチ。あれ、僕はあの、発音のなんかいろんなアドバイスとかを TikTok でね、やってこうかなと思ってるんで、あの、まあ、始めたらまたアナウンスしますけど、よろしくお願いします。で、えっと、そうそうそう。だから、 普段はブロッコリーを生でこういうとこ入れないで最初にちょこっと茹でるんだけどってことですね熱湯の中での中で,であだから熱湯で茹でてでドライドアウト乾かしてそれから使うんだとだけどクランチなのそ crunch。あの今回はクランチっていうのはあのあれですよね歯応えですからねだから今回はその歯応えが欲しいから茹でて柔らかくしないってことですね なお、ソイソース。え、しょうゆですと。<also> で、それはシーズン、シーズニングですよね。あの味付けなんだけども、でも、同時にステインス、ビューティフルに。ステインスっていうのは、こう、なんか、あのこうねよ汚れをつけるとかってことなんですけど、まあ、ちょっと色づけるだから、茶色にするってことですよね。きれいに。ソイソースイエン、ええの。 わうまそうだな。ラブリー。ラブリーってうのはね、いいね。これ exactly what I want これってほまさしくあの僕が欲しいものだと。な、これってまさしく僕が欲しいものだと。これってまさしく僕が欲しいものだと。な、これってそれをこう取り出しますと。で、えー、to give y o これ p パ n これ your ですね。 あのお使いになったフライパンに、えー、ちょっとしたワイプアウトワイプっていうのは拭くってことですよねだからなんかちょっと拭いてあげようっていうことですねで、アロチスプーンのオリーブオイル小さいティースプーン一杯分のオリーブオイルをなんかそのまたフライパンここでまたウォークって言うんですけど鍋に入れて で、Really Nicely Old Again。あの本当にいい感じにあの油が塗られた状態に再びします、ね。Drain noodles your。で、えー、ヌードルをここで Drain、えー、っていうのはあれですよね。あの、なんか抜き取るみたいな感じなんですよね。だからこれで Drain Your Noodles って言えば文脈上水を抜き取るっていうことだと理解できるんで Drain Your Noodles。 美しいですね。Really、でこれは本当にエクサイティング、なんかもう興奮するようなあの、えー、終わり方ですと。Way of Finishing.This quick stir fry.This quick stir fry.Stir っていうのはこうかき混ぜるってことですね。で Fry っていうのはあの炒めるってことですから、こうこうやってのささっとこう炒めてかき混ぜるのは本当もうなんか まあ調理人としてですかね、こう素晴らしいお絵か方だと、料理、ね、クラシック。卵2つ入れて、ウィスクップで、えー、ウィス,エス,ウィスっていうのもこう、当こうかき混ぜるってことですねーーえ。ちょっと待ってください。 そうですよね。そう,そう,そうそれでい、いすね。えで give that a really good risk? ああ、そっかそっかそっか。そっかだかたこれあのかき混ぜるっていう動作のことですからね。だから、そのかき混ぜる、その卵に、だっていうのがこれ卵ですね。だから、卵に本当にいい、その混ぜ、ま、混ぜをしてあげてくださいみたいな感じですよね。<う>あのフラ,フライパンの中で。で、 で、sort of almost spread it. あの、sort of っていうのはまあ、なんか、大体って感じですよね。大体で、ほとんど、あの、広げる感じで、<the> side 卵、<the> あの、e of the pan そのパンのこの外側ですよね。パンの脇の部分にひ卵を広げる感じで、lightly seasoned。lightly seasoned? The eggs? The eggs. The lightly っていうのは、軽い感じで、 軽い感じで味付けします、卵を。ーえっと、ヌードルズイン。えっ、ー、と、麺を入れて、チキンとブロッコリーも入れて、で、それでいい感じの、えっ、ー、と、まあ、かき混ぜる。 Give that a really nice mix. これさっき、give that a really nice whisk とも言いましたけど、今度ミックスですね。いい感じに混ぜ混ぜしてあげますみたいな感じですね。で、you want the egg。で、その、卵には、なんか、Almost bring the dish together。なんか、卵が、だから、麺と、それから、チキンと、それから、ブロッコリーがあるんですけど、それを、なんか、くっつける、つなぐ。 卵がそれをつなぐ役目をする感じですってことですね。うん。Together, で、えーと、卵がまあ十分調理されたましたと。と待まってくださいね。ああ、そういうことか。だから

えっと、ナイスイーブン、だから、えっ、ー、と、確実にしてくださいと。えっ、ー、と、ナイス、ナイスイブンだから、いい感じに、この人ナイスって言いまくってますけど、いい感じで、イーブンっていうのはまんべんないってことですね。まんべんない、えー、分配、うん。だから、あの、<フ>何の分配かというと、チキン、ブロッコリー、ニンニク、ラブリー。だから、<laughs> そういう食材をなんか、

えー、フィニッシュしましょうと。まああの仕上げましょうと。で、これで、えー、っと、A、very simple <Delicious. S 1> とてもシンプルな、えぇ、ー、まあ美味しい、えー、スターフライ、あの、なんていうかな、炒め物。<rice> えっと、それから、えー、米ヌードル、米の麺。米ヌードル。 出来上がりですと。ああ、そうですね。ああ、ニョッキ作るんですね。ポテトで。2品目ですね。うん、これはだからもうい,いっですね。ちょうど時間も時間なので30分経つんで。はい、というわけで。いやあ、おいしそうですね。なんか。わあ、なんか。これだったらでも。 簡単に本当に作れそうっすよね。うん、だってあれでしょねヌードルお湯につけて、で、鶏に切って、ブロッコリー切って、で、ガーリックも切って、で、それぞれ炒めて、で、卵も炒めて、で、ね混ぜてみたいな。簡単っすよね。まあ多分僕は <laughs> やるかわかんないですけど、でも、ね、食べたいなと思いますね。はい。で、今回のこの動画見て気づいてくださった方もいらっしゃるかもしれないですけど、こういうなんか実況の場って、その文が、もう一回見直していただくのが一番いいかもしれないですけど、あの、きちんとですね、した文もありますけど、だいたいこう、なんか単語をこう、散り,りばめたような喋り方だったじゃないですか。 なこういうシチュエーションだとそういう喋り方が一番いいんですよね。こうなんか、なんていうのかな。なんか、余計なこと言わずにこう、ね。だからそういう英語の、英語ではそういう喋り方もしますとか、あと新聞もそうですよね。新聞も見出しなんか、きちんとした文章じゃないことがほとんどじゃないですかね。あ、まあそうでもないか。でも、あの、結構、文法がなんか省略されてたりするんですよ。見,見出しって限られたスペースで。 言わなきゃいけないから、なんか、あの要は、全知識がどうとかって結構省略されるんですよね。だから、こう、シチュエーションに応じて、本当に英語、まあ、日本語もそうだと思いますけどね、あの、カチッとした文法通りに喋られないことって多々あるんで、えー、まあ、料理番組のこういうのなんてね、非常に、まあ日本、日本の料理番組となると、結構みんなきちんとしますしね、まあ、アメリカでも、 そういうきちんと喋る番組もそうなんだけど、この人のってなんかこう、独特ですよね。なんか本当に独自のこう、料理に対するこのスタイルっていうんですかね、あるんだなっていうのが分かって面白い動画かなと思います。はい、というわけで、えー、まあ、週末はですね、また今週1週間分の、まあ、お時間のある方は、えー、復習していただいて、で、また月曜日にですね、えー、いつも通りの、 こうシリアスな腰を据えた学習をしていきましょう。えー、では、えー、1週間お疲れ様でした。